女優の杏33が18日、東京都内で文化庁主催の文化プログラム参加促進シンポジウムに出席し、夫で俳優の東出昌大32と女優東田恵梨香22との不倫騒動についてそっとしておいてくださいなどと発めて言及した。不倫が発覚してから初めて公の場に出た杏は白のロングドレス姿で登壇。左手薬指に指輪はしていなかった。カメラのフラッシュが一斉にたかれると他の登壇者に申し訳なさそうに苦笑い。歴史好きな歴女と紹介され、文化財や芸術の鑑賞をテーマにトークセッションに参加した。シンポジウム終了後に再び登壇。報道陣の呼びかけに応じ、いろいろな方にご迷惑をおかけし申し訳ございませんと謝罪。今後についてはゆっくり考えさせていただきたい。小さな子供もおりますので、そってしておいていただければ、などと話した。